回もダンスダンスレボリューションやっていきまーす。ダンサーレミリアさんでーす。この人当然のようにダンレボやったことないです。妹のフランドールです。そんなことよりも変な、まあやめろ。マンハントの続きまだできないんですか？もう12月ですよ。来週のメンテ明けにできる予定ですんで再延期の可能性もあり。そんなことよりも前回完全に失敗したスクミズ・アンブラビルドを今回練り直してきたんで紹介してください。あなたの仕事です。ブルスク・アンブラビルドです。今回アンブラ4箇所はマスク、膝、リュック、上着の4箇所に装着。アンブラの性能を簡単におさらいしとくと、カバー状態でバフチャージしてカバーから外れることで連射速度、クリダメウプのバフが発動するフロムシャドウ。カバー外状態でバフチャージしてカバーに入ることでアーマー回復が発動するインプライト。この2種類のバフをカバーの出入りで発動しつつ、瞬間火力とアーマー回復を両立できるギアセット装備です。すごいじゃんねー。こいつ全然理解してねーな。言うて以前もアンブラビルド紹介しましたんで、なんとなくふわっと理解してます。上着とリュックの固有タレントで、フロムシャドウとインプライトそれぞれのバフ効果を強化できますんで。アンブラ使うなら、上着とリュック両方装備するのおすすめ。で、グローブにはブラソスブランド。ホルスターにもブラソスネームドのピカロズホルスターを採用。ピカロズはみんな大好き。特性値に武器ダメプラス 15% が固定でついてるネームドホルスターですね。今回ブラソス 2V と、スペシャリゼーションにテクニシャン採用で、スキルクラスプラスに下げてます。コア特性は黄色3、青3の構成。でもそれだとスキルクラス5なんすけど。はじめは黄色4、青2で使ってみたんすけど。打ち合いが辛くて33に変更しましたわ。今回メインのブルースクリーンは LMG なんで、ハンタテ使えないのがきついんすよね。エキゾ LMG のブルースクリーンは、敵を攻撃することでスタックが溜まり、溜まったスタック数によって、パルス、電波妨害、混乱のデバフを5秒間付与するって性能。ただ敵兵の攻撃で溜めたデバフを発動するには、シールド以外のスキルを展開する必要あり。今回は CC スキルマンビルドに、このブルスクを組み込んだ形っすね。さらにクリティカル系の特性も持ってるんで、アンブラのバフと合わせて、スキルマンながらそこそこ重機火力もあります。とはいえこのブルースクリーン、もうちょっと火力上げてほしい。ライトマシンガン自体が DPS 低いんで、せめて武器モッドにクリティカル系アップついててほしかった。予備武器には何でもいいですが、今回はプリザベ付きハマス。で、スキルの方は、今回レジェンダリを想定してるんでアサルトタレット持っていきます。スキルクラス5ですが、おとり役としての硬さは十分ありますし、一応火力にも期待。まあ敵のヘイト取ってくれれば、その分足も安全にブルスクぶっ破できますんで。そしてもう一枠には定番のアワケミ。もはや説明不要の対人型エネミー高速要最強スキル。ただこいつにはもう一つ、ブルスクデバフの発動装置としての役目もあります。なるほど。ケミラン系は弾数タイプのスキルなんで、ブルスクデバフを随時発動させやすいってことっすね。最後に恒例のステータス確認。武器ダメ8万弱に、クリ率 53%、クリダメ 67%。クリダメが低いのに対してクリ率を高くしてるのは、アンブラのバフでクリダメバフが最大 100% のルノを考慮してるためです。連射バフも最大 30% 上がるんで、赤コア0でも侮れない瞬間火力出ますぜ。防御面もアーマー128万、エリ防 36% あるんでまずまずの打たれ強さ。ただしハンタテは使えないんで、いつもより慎重に。ってことで早速ハードラックとダンスっちまいましょう。これは事故るやつ。今回は苦手なルーズベルト等のノラレジェにマッチングクソが。先週のイークリーレジェここでしたんで。だが早速このブルスクアンブラビルドの実力をみんなに見せつけられる場面到来やったるで。ガンバガンバ。タレット置いて。アワケミで固めて、ブルスクぶっ破して、床なめ。これ前回見た。だがちょっと待ってほしい。ルーズベルトレジェはこの一ちゃん最初が一ちゃん地獄だってみんな知っとるやろ。まあ確かにここは遮蔽取りづらい広めのエリアで、エアバーストや自爆ドローンもガンガン飛んできますんで。そして味方に介護してもらってパーフェクト復活。この運は必ず返しますので安心してくれ。オッケー、これでさっきの狩りはチャラですね。いや今のはお姉様助けた結果のアーティレリー操作ミス自爆ですので。トリマ味方がクリアしてくれたんで先進みましょう。ヘリ効果部隊エリアでも、おとりタレット設置&アワケミホールドで、スキルマンらしいサポートプレイがメイン。おっと味方ダウンもしっかり介護しますんでわしにお任せください。
正直そこまで火力でないビルドなんで、攻撃は味方に任せて蘇生してた方がチームに貢献できますから。やめるな、アンブラバフ乗ったブルスク連射なら、赤コアゼロでもそこそこの瞬間火力あるで。お姉様向こうでさっき助けてくれたアーティレリーさんがダウンしてます、助け言ってください。承知しました、喜んで。そしてすでに敵全滅してたんであんま意味なかった。だが助け合うことで野良でも協調性は生まれるんやで。ダウンした味方は優先して起こすと、やっぱりパーティーに一体感出るんで、野良でも救助意識は大事っすね。その後はお一人様抜けて三人プレイを強いられるも、アンブラブルスクぶっぱ爽快プレイ。からの泡ケミ発射でタンクも混乱、電波妨害、アンド泡固定させるパーフェクト CC プレイ。お姉様ちょっといいですか？どうした？フランさん。いやこれってもしかして、ブルースクリーン使わなくてもよくないですかね？え？いやだって混乱付与してもどうせ泡ケミで拘束するんですし、電波妨害もタンクに近づかないんで、出血配布もともと飛んでこないですよね。だったらブルスクよりコンデンサー持った方が、重機火力もスキルクラスで上がりますし、アサルトタレットヘ火力バフも付与できますよね。余計なこと言うな、お前はどっちの味方か。小さい声で逆ギレすな。だがブルスクさんの真の実力は、このワンワン触れ合い広場で発揮されるのですよ。ここはメカイヌが大量に湧くんで、ひと厄介なエリア。まずは硬いメカイヌにブルスクしっかり11発以上ぶち込みます。それよりお姉様申し2寸なんですが。大丈夫。インプライトすれば5秒で8割回復できますか。ごめん無理だった。くっそつっかえ。だが盾持ちさんに介護されて堂々の復活あざます。これはちょっと前出過ぎなんで、もっと祈りましょう。しかし目の前に紫犬のピンチ。ここはブルスク射撃からの泡ケミ発射で、安全に回避。盾の人すまん。なるほど。泡ケミをブルスクの電波妨害デバフのプライマーにすることで、メカ系も拘束できるってのがこのビルドの持ち味なんすね。相手が人型なら、そのまま泡ケミ当てて拘束すればいいし。相手がメカ系なら、はじめにブルスクを11発以上当てて、その後に泡ケミを適当に発射すれば、電波妨害デバフで5秒拘束できるってわけ。2匹のメカ犬に詰められても、ブルスクぶっぱから泡ケミ発射すれば。ご覧のようにジャミング効果で5秒お座りさせられる。この間にアンブラのインプライトで、安全にアーマー8割回復可能。再びフロムシャドウして、以降同様にブルスク攻撃からの泡ケミ電波妨害発動で、メカ犬も安全に倒せるって寸法よ。泡ケミ最大の弱点であるメカ系相手でも、ブルスクの電波妨害デバフでフォローできるってのはいいですね。お座り。ただちょっと5秒は短いんで、ブルスクのデバフ時間もうちょい長くても良くないですかね。スポット、混乱、電波妨害を一度に付与できるのは悪くないですが、効果時間が短いんで、いまいち使い勝手が悪い印象。まあ混乱は効果時間が長すぎると壊れになる心配もありますが、スポットと電波妨害は8秒くらいあっても良くないですかね。5秒って長いようで、戦闘の中だとすぐ効果消えるんで、ちょっともたつくとほぼ拘束を実感できないレベル。特にスキル展開が発動条件になってるんで、持ち替え時間もあるのは辛い。この辺もうちょっと改善されれば、電波妨害目的で色々と使い道できそうではありますね。なんやかんやで順調にボス部屋到着して、恒例の中入らずにみんなでタレット殲滅プレイ。これやっといた方が後で楽ですから。しかし中に入ってっからの、入り口こもり派と船こもり派の2位に分かれてしまうアクシデンツ。これはルーズベルトボス部屋あるあるですね。だが今回アワケミの代わりに EMP 粘爆セットしといたんで、ボスドローンに対同時拘束も可能。ただし5秒間だけ。いやマジで短すぎんだろう。EMP 粘爆当てた方はそこそこ長時間拘束できるんで、頑張れ。その後入り口籠城組が倒れるも、船こもり組でなんとか大型ドローンに対撃破。ボスのドローンさえ倒せれば、あとは2人でもなんとでもなりますから。やったな、ガハハ風呂入ってビール飲んでくる。からのなんやかんやで玉切れソロプレイになりました、ピンチです。どうしてこうなった？だがここでリバイバークール開けたんで、1人目救助。ええぞええぞ。さらに弾薬補充してっからの、入り口の2名様もダッシュでヘルプ行きます。起こした人が敵引きつけてくれたんで助かりました。ということでめでたく全員生存でなんとかクリア、お疲れ様でした。ただしプレイ時間1時間超えた模様。ともかくアンブラの CC スキルマンビルドも悪くないかも。アワケミとブルスクのジャマーデバフで、人型、メカ系どちらも拘束できるのは便利。ただやっぱブルースクリーンはもうちょっと強化欲しいところ。武器火力面と、
デバフ持続時間を改善してもらえると、いろいろと使えそうな予感はあるかも。ということでまた次回。